いや、皆さんこんにちは、バンでございます。お元気ですか？後ろにあれはアルパカ君だったと思うんだけど、西東京のスタジオから引き継ぎしてね、預かってもらってた荷物の中から発掘されまして、いや恐ろしいのが、ライトスタンドちょっと足りないなと、ここに移ってからね、ライトスタンドちょっと足りないから買い足さなきゃって思ったんだけど、預かってもらってる荷物の中に 5,6 本ライトスタンド入ってて、あ、俺こんなにあったんだっていう、いかに自分の記憶がいい加減か、買わなくてよかった。まあライトスタンド買ってもいいけどね、あればあれだけ使うんでいいはいいんですけどね。そんな感じでございまして、ここの事務所、まあ事務所と呼んでます。スタジオというほど広くないんで、ここもなんかすごいおばあちゃんの家みたいだよね。こうそこガラガラって入ってくる感じが非常に気に入ってるんですけど、そんなこんなでですね、写真活動を新たな方向性でストックフォトやりたいなとかね、まあ、スナップはスナップで撮るんですけどもって考えている時に、スナップ用みたいな形でもアルファ6700すごい気に入ってます。非常にいいです。なんか詳細レビューというほどの使い込んだ今どうかみたいなのも項目としてはすごい少なくて、追加でなんていうの、レビューに付け足さなきゃいけないなと思うのは、老現像するときにプロファイルがいろいろ、まあ使うのってフィルムっぽいやつ、 FL だっけ、 FL がすごくいいなって思ったりするぐらいなもんですね。でしかもライトルーム最近のやつは確かかけるパーセンテージも調整できるんで非常にいいなとか思ってるんですけど、今日の話題はね、 α6700 に絡めてなんだけど、最近のソニーってカールツァイスのレンズがね、どうもなんか相性が良くないような感じがして、ごめん、今楽しく使ってる人に対して申し訳ないんだけど、俺が使ってた α7 から初代の α9 ぐらいまでの時の、カールツァイスのレンズ、まあツァイスブランド、ソニーツァイスもあればヤシコンなんかのレンズもあると思うんですけど、どちらにせよそのツァイスっていう名がついているレンズをソニーのカメラで楽しく使っていた頃と、なんと比べると、例えばゾナの 55mm があるんで α6700 で使ってみたりしてるのね、全然楽しくないのよ。なんでこんなに楽しくないんだろうって思っておったんですわ。でなんでかなって思った挙句、最終的にどうも絵作りが変わったからだろうなっていう当たり前のところにたどり着いて、 なるほどって感じだね。で同じように α6700 でレンズを今シグマの18から 50mm と、この間一瞬レンタルレンタルというかね、お友達が貸してくれた FE の 35mm F 付きの方と OSS の方と、あとビルトロックスの 75mm と、あとは純正無印18から 135mm かな、キットレンズになってるやつだね、バラで買ったやつがあったんで、とあとはシグマ虚無のレンズですね、18から 35mmF1.8と、あとは、ヤシコンツァイスの 35mm、ディスタゴン 35mmF2 とか、同じくヤシコンツァイス ZE マウントですね。ZE マウントの、マクロプラナーの 100mmF2 と、あとはヤシコンマウントのマクロレンズ、マクロプラナー 60mmF2.8C の方も AEJ の、等倍の方も両方使って、まあ、一通りあれこれ使ってみたんですよ。つけられるレンズを一通り使ってみた挙句、どうもツァイスが合わねえなって、俺の感覚としては合わねえなってなってる代わりに、ビルトロックスの 75mm が俺一番しっくりきてるんですよ、画質的に。プラス FE35mm、 OSS の方も悪くなかった。だけど一番ね、標準レンズで今のところいいなって、標準域でいいなと思ったのが、純正の F 付きの方の 35mmF1.8 FE35mmF1.8 ってやつだね、が良くて、なんでかなと思ったの。FE35mmF1.8 はもうなんか今度ソニーが8月で値上げするの ?8 月だっけ、よくわかんないんで 10% ぐらい値上がりするっていうから、買うなら今買っておかないと、あれ新品で7万円ぐらいするのかな、7万円か8万円弱ぐらい高くてね、するんだけど、そこから 10% 値上げだと1万円近く上がっちゃうじゃん。ああ買うなら今って考えてちょっと焦ってる部分はあるんだけど、焦りまでは言わんかな、まあ、買うなら買うで買っとかんとなと思うんだけど、買いたくないんだよあのレンズ。なんでかっていうと、何の面白みもないの。よく映るし優等生だし、スルスルっすねっていう感じなのよ。コピー機みたいなレンズなのね、工業用みたいな感じなんだけど、でも α6700 と使うとすごく相性がいいのって素通しだからなんで、多分そういうことなんだなと思って、
仮説だよ、仮説だからよくわかんないんだけど、カールツァイスのレンズをあの頃のカールツァイスさんのイメージ、アルファ7とかの、簡単に言うとアルファ7初代のイメージで使って、うん、アルファ7初代を使っていた頃の感覚でカールツァイスレンズのカールツァイスのレンズを使っても、あの白のスカッとした抜けの良さとか色のバランスの良さとか、色のり自体をコテコテにノリノリにしなくてもバランスが取れているもんだからサバッと爽やかで気持ちいい、まあ、ちょっと硬いんだけどね、もちろん、とかっていうのが全然ピンとこなくって、あとプラナーのあのプルプルした感じね、とかっていうのは、どこがプラプルプルプルかっていうと、前後のボケ具合、立体感の出方ももちろん大事なんだけど、あるんだけどね、救命修正を残してってやつがいわゆるもう大事なんだけど、プラスして色のバランスとかトーンの、俺割り付けという表現しちゃうんだけど、まあトーン、まあそのガンマが違うわけじゃないですか、レンズによってトーンカーブがね、それぞれのトーンカーブがレンズによってあるわけじゃ、簡単に言うとね、っていうのをレンズをゴリゴリ使ってる人は賛同いただけるところだろうと思うんだけど、そのあたりが良かったのが、例えばだけど α6700 だけじゃなくて、今これ使ってるのが S5II X パナソニックルミックスですねを使ってて、 S5 初代もそうだし S5II もそうなんだけど、カールツァイスのレンズ使っても別にキヤノンのレンズ、キヤノンのボディ、 EOS 5D とかその辺の世代のやつねとか、ソニーでいうと α7 とかと比べて、なんかあんまりこう抜けも良くないし、抜けがいいボディに作ってないっていうのもあるんだけど、トレンド的にそういう方向だよねっていうのがあって、なんかこうカールツァイスらしくねえなって思って、なんか納得いかない、よく映るんだけどね、たまにおっていうのはあるんだけど、なんか納得いかないと思って、はたと気づいたのは、ボディの味付けが濃いんだわ、まあ、つまりそういうことだなっていう感じで、そのなんていうか、丼物のご飯と上物があって、俺は丼物のこのカツ丼のなんていうの、カツ重部分って言ったらいいの、その上の部分ばっかり気にして 味付けが濃いだ薄いだって言ってたけど、ご飯に味付いてたわみたいな感覚で、ボディ側がね、味が濃いのが最近どうもトレンディーだよね。だからレンズで昔は個性出してたのが、なんでかっていうとフィルムだったからだよね。フィルムだったから、そのレンズで個性を出さないとお客さんがどんなフィルムを使うか分かんないので、そのいろんなフィルムを使われた時に、あれもこれも使った時に残るものがレンズの個性じゃないですか。だからレンズを個性的にしようっていうのも他にやることもなかったと思うし、非常に理にかなっていたんだなっていうところがある。だってボディ側は絵作りに関わるところってないじゃん、機械じゃん、完全にフィルムの時代って。だから正確な機械である、また操作性がね、いいか悪いかとか平面性が出るどうこうとかっていう完全に機械側の話で、絵作りに関わるところって基本的にはレンズばっかりだったんだよね。ところが一眼レフもデジタル一眼レフになって、しばらくの間はとにかくもうセンサーを搭載してるんだけど、描画エンジン、アーダコーダー、絵作り自体センサー側での絵作りって手探りだし、やっぱりそのエンジニアの人たちもそのレンズで絵作り、色作り、絵作りをして、それをボディで再現するっていうノリでいきましょうねって、だって一眼レフのレンズをそのまま使うからっていう方向でやってたので、例えば初代 5D とかってすごく素直で良かったと思うんですよ。でももう完全に時代はミラーレスになって、ニコン Z なんかももちろんそうだよね、でルミックスなんかももろにそうだけど、そのボディ側でも積極的に絵作りをしようっていうことになったら、今度レンズの個性そんないらねえんじゃねえのってなってきてんのかなって思う。これも本当に完全にただのなんていうか予想というか、勝手に類推しているだけなので、当たってるかどうかも確認する方法すらないよ。しかもそのレンズレビューで DXO みたいなところでレンズレビューとかしても、その評価のこう指標にないじゃん、レンズの絵のこってりさとかさ、そういうのって。だからもう本当ズブズブに感性の問題でしかないんだけど、でもやっぱそう思う。なんか今回つくづく素通しレンズ、ビデオカメラみたいな素通しのレンズの方が俺的には α6700 で撮ってて気持ちがいい、むしろ写真的な感じがするっていうのは、レンズの個性をなくした方がボディ側の色が濃い、味が濃いのでバランス取れちゃうんじゃないかなっていう思った部分がすごく、本当にそうかもしんない。だって濃いもん、ボディローがね、特にローがめちゃくちゃ濃いんで、でお客さんも SNS 越しでちっちゃい画面で見るのに慣れてるから濃いのに慣れちゃってるわけですよ。それがあるので、そのボディ側が濃くなってるんじゃないか、それは絵作りのトレンドが変わってるっていうのもあるだろうし、
プラスしてカメラ作りとしてもレンズに色作り絵作りを依存していたところが、ボディ側でもやっちゃおうぜの時代になってきて、センサー描画エンジンもちろんそれを司るアルゴリズムの部分でやっちゃおうっていう風になってきているのかなって思うし、多分これ多分俺の感覚としてはおそらく本当だろうなという風に勝手に思ってます。どう思う？なのでね、こういうトレンドを見ていくのもね、フィルム時代の終わり頃からデジタルになってね、デジタル一眼レフを10年ぐらい使った後いつの間にかミラーレスになってっていう風で、まだなんかあるだろうねきっとね、この先にそういうのが出てきて面白いなーっていう風に思います。ただ私的によく言うんだけど、その青春時代20代の頃までに聴いた音楽が一生いい音楽だと思いがちって、そうなんだって、実際そう思っちゃうんだって人間って。だからどんどん更新してどんどん若い音楽を聴ける人って珍しいんだって。それと同じようにおじいちゃんとおじいちゃんみたいな写真撮るんでね、昔から思ってた。撮ったポトレ写真を見ると、その写ってる女の人の像が古いとかっていうのもあるんだけど、つまり女の子にこういう服着てこういうポーズでって指示を出している人の女性像が昭和なら昭和でもう固定されちゃうから撮る写真が古くなっちゃうっていうのもあるんだけど、画質の好みもやっぱりね年代によるから、俺が撮ってる写真もまあぼちぼちおじさん写真になってるんだろうなっていう覚悟はしてる。そういうところがあって、だからこそおじさんって普遍的なものを目指そうってするんでね、かっこいいモノクロとか、簡単に言うとだけどね、めちゃくちゃ簡単に言うとだけど、なんかトリッキーに色をねじってどうこうっていうのも若いうちで楽しいんだけど、それ普遍的かって考えると、そのフィルム調を今やることに俺はまあこうアナクロニスムを感じてあんまり意味がないなと思って言いながら遊ぶけどね、ガンガンねじるんだけど、それってやっぱり今 SNS で見る分には楽しいんだけど、10年経った時にそのデジタル写真でひねった状態に色ねじくり回した、それこそ周辺原稿後から作ってとかっていうのが当時流行ってたねっていうのは分かるにせよ、それが10年後に見てかっこいいかどうかどうかって考えると、いやそうでもないと思うから、10年後に見てもかっこいいもの、価値があるものを今作れたらかっこいいな、最高だなって思うのがおじさんの発想なんで、多分ねおじさんおじいちゃんの発想になってくと思うので、エバーグリーンを目指すって感じでねっていうふうに思うので、その使ってる機材のトレンドが変わったり、それに応じることができないおじさんの古くなっていく感性っていうのもありつつ、でもやっぱり最終的にど真ん中の部分っていうのは10年後20年後100年後200年後に何を見せたいかっていうのが、まあ、何がその後の時代の人にとって面白いかっていうのは別だけどね、これは運でしかないと思うんですけど、その辺も合わせて楽しんでいけるのはカメラ道楽寄りの部分ではあるんだけど、写真を撮ってても面白いとこだなというふうに思いました。そんな感じです。なので味付けが濃いボディって俺あんまり得意じゃないんだけど、レンズを抜いてあげることで、レンズの個性を抜いてあげることで使いやすいんじゃないかなと思うし、ソニーの GM ってさ、俺からすると素通しすぎて、ニコン Z どころか、ニコン Z まだ味があるんで色はスルスルにフラットにしてあるんだけど、その立体感の作り方とか前後の感じとかっていうのはすごく作家性があるように見えるの、俺からすると。ニコン Z ね、 50mm が一番、 50mmF1.8 が一番その指標になる、あれでそのニコン Z レンズの構想っていうのを見せてる部分があると思ってて、俺はど真ん中でダーンってズバーンって受け取ったつもりでいるの。それまでニコン Z 気に入って使ってるんだけど、それと比べるとそのソニー GM って何の哲学もないように見えるんですよ。本当に工業用レンズって思うんだけど、あれは α7-3 とかの時に使うとまだボディ側の絵作りが練られてなかった感じがしたけど、 α7-4 で俺的には一つの回答をソニーが出してる気がするの、あのセンサー側カメラ側の絵作り でそれに合わせると GM の素通し感ってすごくちょうどいいように見えるよね、他人が撮った写真見てるとっていうふうに思うので、なるほどと。ソニーはレンズの神話に頼らないで、そのボディ側で、あそこセンサー屋さんだから、ボディ側で画質っていうものを今後追求していく、レンズはそのための道具だよっていうふうにそう考えているのかなって、ソニーっぽいなというふうにも思った。ソシ屋さんって感じだよね。だからそれもまた見てて面白いなと思うんで、見てて別に気持ちがいいから α7-4 の絵っていうの気持ちいいので、俺の個人の中でザイス神話がちょっとついに終わってしまったようなところがあって寂しいなと思うし、ソニーじゃないザイスの写りを楽しみたいんであれば、できるだけ無味無臭なセンサーを何かしらどっかから探してくる必要があるなって思う。だから例えば DF、 ニコン DF のセンサーとか、まあ、D4 だよね、 D4DF とか素通し系っぽいし、ニコン Z はね全部色付きなんだよね結構ね。であとはソニーでいうと α7 初代とか K
キャノンでいうと 5D 初代とかその辺がすっごい好きなんですよ。なんでまあその辺かなっていうふうに思ってます。あと D800 が最近安いって聞いたんで改めて D800 が欲しいなって思ってるところもありますね。シャッターショックがあるんだけどね、バシャコっていう100分の1秒あたりだと三脚に乗せててもブレるっていう、ミラーアップしてもブレるっていうのはね、あのすごいカメラですけども、ただあの色味すごいので感動したカメラなので欲しいなとかね、そういうカメラで、それがねそれを買うかソニーのアルファ6700用の純正無印じゃない F 付きの 35mm F1.8 を買うか、ね、ちょっと悩んでる、ね、それだったら D800 欲しいんだよね、面白いから、面白いの欲しいよねとかいろいろ考えていたりします。